まあ私だけのけ者にしてみんなで夏祭りとかそんなひどいことするんですか。え、普通に行きますけど。藤原先輩もトマト祭りじゃないですか。そっちは楽しんでくるのに僕らに行くなってのはあんまりじゃ。長い髪と大きな黒いリボン、ゴクゴクのリボンが特徴的な、本作のメインヒロインを務める女性。さらに、曽祖父が元総理大臣であり、叔父が現職の大臣を務めている政治家の一族でもある。そして、大学生の姉、豊美と、中等部2年の妹、萌葉がいる、元外交官の母に仕込まれた結果、5カ国語を自在に操ることができるマルチリンガルで、スラングを多用する、実践型外国語を習得しており、初等部時代に、ピアノコンクール、ピゲア、ピアノコンペで、金賞を受賞しており、天才ピアニストとして、一時期世界の注目を集めたこともある。こういった経緯もあり、後輩の飯野美子からは、天才と称され、高等部に進学した頃も、前生徒会長が、天才ピアニストと呼ぶほど、有名人でもある。ただ、すでに引退しており、ピアノは、趣味で続けるくらいが、ちょうどいい距離感であると、考えている。このように、容姿、家柄、血統、才能など、あらゆる分野が特筆しており、男性からも非常にモテる。作中でも、シリアスからギャグまで幅広く対応できる上に、ボケやツッコミも対処できる、万能型でもあるが、基本的にボケ担当のケースが多い。地頭は良いが、学内での成績は平均値な上に、会長と株屋様の頭脳プレイに巻き込まれ、順調に成績を落としている。モチーフは、竹取物語に登場する、5人の貴公子の一人、倉持の巫女。藤原の不死と、竹取物語では、かぐや姫と結婚する条件として、東方の会場にあると噂されていた、蓬莱の、玉の絵、を取ってくるように言われる。ただ、彼は出航することはせずに、阿部のうちの、マロラ職人たちに、パチモンを作らせ、いかにも、自分が取ってきました、といった風に偽装し、かぐや姫に献上した。しかし、パチモンを作った職人たちが、報酬をまだいただいていないのですが、と、タイミング悪く、訴え出てきた。その結果、かぐや姫は、パチモンを返品し、職人たちに褒美を与えた。ちなみに、倉持の巫女は、その職人たちに逆上し、壮絶なお仕置きをしたとか、基本的に、脳内がお花畑であり、初期であるにもかかわらず、果肉の、彼女を間違えたり、的外れな食レポを、堂々とみんなの前で熱弁し始めたり、アホな場面がたびたび見られる。作中でも、石神に、藤原地下でも、ここまでアホじゃねえぞ、と言われたり、かぐや様に、脳みそ空っぽにして誘えばいい、藤原さんみたいに、と散々な扱いを受けている。さらに、癖が強いモブキャラからも、もうこいつを女としては見ないと宣言されたり、同級生に風呂上がりの姿を見られても、うわ、なんかうちのおかんみてえだ、と言われたり、ボロカスに言われている。ちなみに、作者曰く、IQ130 オーバーであるらしい。性格は心優しく、天真爛漫で、過保護ではあるが、愛のある家庭で育ったため、誰とでもすぐに打ち解けられ、学年問わず、友人が多い。そのため、情報収集の際は、人脈ネットワークを駆使して、あらゆる方面から情報収集ができる模様。ただ、天然な一面もあるため、周囲の人物を驚嘆させたり、かぐや様の地雷をぶち抜き、たびたび呪われている描写が見受けられる。そして、藤原の一言が、状況を変化させたり、さらなる混乱を呼び込んだりと、作中では、狂言回しのような役割が多く見られる。めちゃくちゃな性格ではあるが、生徒会メンバーからは、回を重ねるごとに、すり減ってはいるが、一定の信頼はされている。また、友情を重んじ、他人の秘密は必ず守るという一面を持っているため、会長のポンコツな部分を、人前で話すことはなく、過去に、篠宮かぐやが課した試練を通過し、彼女に、友達と認められた希少な人物の一人でもある。家庭の方針で、漫画やテレビゲームといった娯楽を、禁止されてきたため、アナログな趣味を持っている。主に、ドイツ系アナログゲームやパズル、ボードゲームなどのサブカルチャーを好み、自身も、テーブルゲーム部に所属し、日々の活動に、勤しんでいる。作中では、対人ゲームの際は、ブラフやイカ様を積極的に使うなど、ずるい一面もあり、政治家の娘らしい発言も、たたみ受けられる。ただ、石神をはじめ、すぐに周囲の人間に見破られることが多いため、彼らの前で恥をさらす場面も多い。非常に男子人気も高く、告白されることもあるが、交際経験はない。ただ、恋バナを好み、よく他人の恋愛事情に首を突っ込んでおり、作中で自身が、男性から告白された時も、持ち前の天然さで、男性の思いをきれいに断っている。ただ、
夜に一人でラーメン屋に入り、ニンニクを投入したスープを勘煙し、たまたま出会った石神に指摘されるまで、自身の口臭を気にしていなかったエピソードもある。しかし、作中での人間関係が変化していく中で、他人の恋人を寝取るか否かを議論していた時は、そそくさと逃げている描写もあり、一定のモラルはある模様。ちなみに、自身は M の素質があるらしい。篠宮かぐや、一番の親友、友人として、かなり好意を寄せており、どんなことがあっても、かぐやさんを嫌うことはないと断言し、彼女を心から大切に思っている。ただ、かぐや様の心境はコロコロ変わるため、プライドが邪魔をして、素直な行動が取れないかぐや様に対し、会長と距離感が近いコミュニケーションが取れる彼女に嫉妬し、ボロカスに言われる描写が畳み受けられる。また、かぐや様からは、スタイルを含め、自分の欲しいものを全部持っている人、という認識も持たれており、知らないところでけなされ、知らないところで手のひらを返すまでが、おなじみの光景である。ただ、替えを増すごとに呪われまくり、ひどい時は、地球の癌と言われるほどである。白金みゆき、男友達、やたらと距離が近いが、お互いに恋愛対象としての行為はない。ただ、会長の欠点を全て取り除くと、好きな異性のタイプに当てはまるらしい。毎回、会長の弱点克服トレーニングに付き合わされ、頼られると、ノーと言えない系女子のため、苦労が絶えない模様。特にひどい時は、ちゃんと劣等感感じてくださいよ。何のうのうと生きてきてるんですか、と、あまりのストレスに本音を吐露することもある。しかし、毎回面倒を見てきたため、愛着が湧いているのか、私が育てたと、母性本能のようなものを、発揮することもある。実際に、体育祭に向けて、ソーラン節の練習に励んでいる時に、価値観の違いで揉め、珍しく切れたような態度をとっており、最終的に、私が育てます、取らないでと、涙目になりながら、会長をかぐや様から奪い取ろうとしている様子も、描かれている。ちなみに、白金も呆れることは多いが、藤原が、かぐや並みの美貌を持っていることは、認めている。後輩であり、天敵であり、正論で殴る男。物語序盤では、石神のデリカシーのない発言を、軽く切り返していたが、回を増すごとに立場が完全に逆転していき、藤原の好敵師となった。恋愛対象としての評価は、会長と同様に、産業廃棄物級と評価し、彼のダメなところを指摘している。ただ、彼女が指摘する箇所は、すべて藤原の自業自得の結果、生み出された箇所でもあった。いいのみこ、後輩であり、新しい玩具、生徒会メンバーの中で、唯一自分を尊敬してくれる、可愛い後輩という名のおもちゃとして、日々可愛がっている。いいのみこ本人は、まだ、尊敬の念を抱いているため、なんだかんだで、人間関係に変化はない。早坂愛、同級生であり、キスをしてきた女性、物語序盤から、友人として認識していたが、冬休みにいきなり唇を奪われる。ただ、早坂からは行動が読めない重要人物として、大将藤原という行動を名付けられ、非常に警戒されている。白金系、友達の妹であり、妹の友達、自身の妹である、萌葉と仲がいいため、そのつながりでよく一緒に遊ぶ間柄、系からは、聞かねえ、と呼ばれている。テーブルゲーム部、牧原小杖、マッキー先輩、部活の後輩で、いつも一緒に面白おかしく活動している。またマッキー先輩は、石神や飯野、小野寺のクラスメイトでもあり、テーブルゲーム部の A 級部長でもある。ちなみに、かなり頭も良く、定期試験では、10位、8位と成績を伸ばしている。寺子であり、ギガ子であり、メガ子である。テーブルゲーム部の最年長であり、3年生の先輩でもある。成績は普通で、170番台である模様。ややサイコパスな妹、藤原近い枠、うちの家族、私以外全員ちょっと変、とのこと、かぐや様の感情に気づいているのか、意味深な行動をとることが多く、白金みゆきの妹である、ケイと仲が良い。ちなみに、中等部では、生徒会に属し、副会長を務めている模様、ざっくりではありますが、以上が、藤原近に関する、解説になります。それでは、今回は、この辺りで終わりになります。ご指摘やコメント、皆さんの考察などありましたら、気軽に書き込んでいってもらえると嬉しいです。